はい、皆さん、ひろみふかみチャンネルをご覧の皆さん、こんばんは、ごきげんよう、こんにちは。今はユニクロさんの滝巻さんと僕とのインスタライブが終わって、今からこの足で空港に向かっております。ちょっとね、タイの方でお仕事しに行ってまいります。タイでゴルフをするのと、ハナコンっていうね、商業施設があるんですけど、ロズットでも、ロズットってめっちゃ新しいやつ。この間さ、一緒にさ、カメラマンさんとかとみんなで歩いた、朝ごはん食べて歩いた時にさ、ここ空いてないんだねって言ってたとか覚えてる？あれ、ロズットって香港系のホテルなんだけど、パリとかパリかどっかにあるんだけど、すごい人気なの。でもアジアに初めてできたのがバンコクだから、そこ行ってみようかなと思って。よくない？ YouTube も撮れるしと思ってローズットにしました。仕事はマハナコンっていうね、建物があるんですけど、簡単に言ったら、ホテルのビジネスをちょっとお仕事したいので、そことのミーティングも兼ねて行ってきたいと思います。たまたまね、藤子とか大ちゃんとかがいるタイミングだったんです。でも藤子はね、明日の朝帰ってくるって言ってて、僕は明日の朝着くんで、それ違う。うん、藤子はサイアムケンピンスキー、大ちゃんはウォルドファーストリアで、深見ちゃんはフォーシーズンズで、僕はローズットです。全員回らみんなおのおのなんかやりたいんじゃないの、知らないけど。で、深見ちゃん別に僕のローズットの家泊まっていいよって言ったのに来なかった。ごきげんよう。でも Vlog がつまんない問題はどうする？喋るの、とにかくずっと喋るの。でもパリでなんか喋ってたけど、なんかもう何言ってるか分かんないよく喋りしてたよ、パリのセーヌ川の。無理やり喋ってる場合、今はたかしの運転で空港に向かってます。道間違えないでくださいね、よろしくお願いします。グリちゃん、タオちゃん、はーい。空港なので声静かめです。ごきげんよう、ごきげんよう、こんばんは、ごきげんよう。今から出張でタイにまた飛びますので、空港です、ごきげんよう。じゃあ、ソネの Vlog を撮っていくんですけど、 Vlog つまんないのよね、ごめんね。だから楽しい Vlog 撮れるように頑張るね、よろしくよ、よろしくてよ。ごきげんよう。はい、それでは恒例のルームツアー、ルームツアー出てこなかった、ごめんなさい。はい、今日はですね、バンコクに2021年にできたばかりのローズウッドというホテルに滞在させていただきます。はい、まずはトイレ。いいですね、この縦のストロークがあることによって落ち着きます。床は冷え冷え、トイレはこんな感じ。天井高いね。あ、天井高いわ。はい、さっき着いたばっかりでね、もうすでに大ちゃんと朝ごはん行ったので、パッとパッ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 と準備したので、ごめんなさいね、結構ぐちゃぐちゃになってきてました、すいません、いつも通りです、通常運転です。おはよう。で、バスルームはこんな感じですね。まあやっぱり高級ホテルにありがちな、ちゃんと2面タイプですね。はい、素敵です。アメニティはね、こういうバッグの中に入ってて、まあ清潔でいいですね。まあヘチマスポンジとか使いましょう、せっかくだからね。歯ブラシ、シェービングキット、櫛、櫛も使います。櫛2。はい、2個までいらないです。違う、爪やすりですね。はい、素晴らしいです。全部オリジナルブランドですね。はい、素敵です。で、シャワーキャップ、たまにはやってみようかね、旅行の時ぐらいね。気になるアメニティはこういうローズウッド、バンコクのオリジナルアメニティでした。ラ・ボッテガってやつで、ザ・ミツイホテルもそうだったんで、もしかするとラグジュアリーコレクション系はこれに統一してるのかもね。うん、いい匂い、完璧っていう感じです。で、気になるドライヤーはこちら、ダイソンのドライヤーです。ダイソンよくできてる。なんかこんな白のやつがあるんだね、可愛くない？初めて見た。ドライヤーはダイソンでした。これゾウさん、オープンかーよ。あ、コットンが入ってるんだ、すごいね。はい、拡大鏡とかも入ります。で、バスタオルが1、2、3。なんで3枚あるの？逆に3枚あるね、なぜか。あ、4枚か。はい、バスタオルはちょっと多めに設定されてます。あ、1枚使ったからね。で、バスタブがもう素敵ですね。こういう蛇口とかね、こういう細かいディテールです。やっぱり素晴らしい、いいホテル。お風呂はなんと座るところがついています。なんでかしら、まあ、座って浴びれるってことですね。で、レインシャワーって言われてる天井から出るシャワーと通常のシャワーあります。この何て言うの、金具とかこういう蛇口にこだわるって素晴らしいよね。で、なぜか鏡張りです。天井はすごく高いです。バスケットボールの選手が来ても安心。で、お部屋はスタジオというタイプのお部屋になります。ちょっといいお部屋らしいですよ。なんかアップグレードできましたよって言われて、あら、めっちゃ広くなるのかしらと思ったら普通でした。すいません、これ何、これ何、何かしら、これなんか秘密のボックスかしら、深見ちゃんのポーチ、深見ちゃんの秘密のポーチかしら、何かしら、ラジオかしら、わかんないわ。で、
ファニチャーがあって、あ、ここガラス張りなんだ、かわいいね、写真撮りやすい。で、まあ、ズズズズズズーと聞いて、こんな感じですかね。で、ビューがいいっていうのもポイントなんですよ、と思ってる。はい、どうぞ。まあ、高層階に位置してるんですけど、抜けがちょっとある。バンコク市内ってね、結構抜けがないところが多いんで、ここ、これぐらい抜けてるところって、ちょっと珍しいですよ。で、最後、これは何が入ってるの？気になるから開けてみるわ。コメントとか入れれたりね。僕このね、ホテルのこの封筒がすごい好きなのよね。どこのホテルの封筒を持って帰ってきちゃう。ここも素敵ね、なんか色味とかこういうちょっと箔押しとかが素敵ですね。これすごい好きなのよ私。置いときます。まあまあポストカードが入ってたりですね。はーい。でこの辺も物色。なんかすごい泥棒みたいね。ルームツアーって泥棒みたいにするのが正解なの？泥棒みたいじゃない？なんか気のせい。なんかここに何があるのかしら。あー何もなかったわみたいな。すごいわね、お宝はすいませんみたいになってるわ。アメニティというかドリンク、ミニバーも見せますね。こんな感じです。かわいいね、見て。ネロリマティーニとか美味しそう。高そう、すごく高そう。ティーカップとかも素敵よ。読めないけどすごい素敵そうなやつよ。はい。コーヒーはコンプメンタリーって言ってましたね。皿とかまでさ、ローズウッドバンコクになってんのすごいね。ローズウッドバンコクじゃなかった、ごめんなさい。でスナックがあって、あ、美味しそうですね、シーソルト素晴らしいです。はい、ドリンク。うわー、なんかダミの筒でしたね。そんな感じで今日はこちらのお部屋に滞在したいと思います。はい、ごきげんよう。はい、というわけで最終日です。全然 YouTube 撮ってない、ごめんなさい。最終日は深見ちゃんとゴルフ行ったりさ、会食行ったりいろいろしたんだけどね、何も撮ってないですね、ごめんなさい。最終日はセントラルワールドの7階にある、なんか深見ちゃん曰くミシュランを取ったトムヤムクンヌードルがあるフードコートにやってまいりました。カジュアルですよ、結構。カードを買ってそれにデポジットして屋台でキャッシュレスでお会計をする。で一番最後にこれを残りは返してもらったり、オーバーする分は補充したりね。え、見て、美味しそう。トムヤムスープ with なんてす、シャコだ。シャコってナウシカ感じるよね。結構ナウシカじゃない？シャコを見てナウシカって分かる人は私たちとお友達になれそう。あ、これ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 、ほら、ミシュラン、トムヤムグン、グングン。で麺も選べます。私たちはマキコの好きな鮮味にしました。楽しいよ結構。でいろいろあって、トムヤムヌードル屋さんなのでトムヤムヌードルをカミちゃんと買いました。あとはタイティー飲みたかったからタイティー買いました。タイティー、あー、Thank you、 コップンカー、タイティー。 YouTube よ、ごきげんよ。なめて尺を無駄遣いしんといて。それでは私はタイティーをいただきます。いただきます。召し上がれ。欲しいかしら、タイティー。甘い、甘すぎる、おいしい、甘い。目が覚める甘さですね。タイティー飲んだことない人はね、ちょっとエキゾチックな濃い紅茶に練乳を入れて飲み物にした感じ。練乳の甘さがすごい。じゃあヌードルが来るまでお待ちを。はい、ということでミシュランスター取ったフードコートのトムヤンクンヌードル。トミヤムくん、トミヤムくんよ。パッパラー。何でも食うてんの、あんた。おいしい。すごい。なんか見た目はまあ普通のトミヤムくんスープです。では、いただきたいと思います。食レポしてよ。全然違うで。ちゃう？これは美味しいわ。本当に？どう美味しい？コクがすごい。ココナッツとこのエビの。エビ食べんでもいいぐらいの。うん、すごい。エビスープや、うん。エビすごいやん。シンガポールのラクサイマック、エビの濃いスープヌードルをにトムヤムクン足した感じ。すごい美味しい。これだけ食べに来るかちゃん。うん。エビ味噌すごいね。今回のタイはカミちゃん何してたの？スーパーして、ランチして、スーパーして、あ、バー行った。2番スクンビットの方の新しい、ちょっとホットな、低いけどイケてるタイバーがあるので、そこ行ってた。どこ？忘れちゃった。適当ね。友達と言ったから分からへん。あとチャイナタウンにミシュランの星取ってるバーがあるの、面白い。そこも良かった。なんか今チャイナタウンがホットらしいから、はい。やめて、ゴミこっちに流さない。ゴミじゃない、出し足。この葉っぱ食うのあった。この葉っぱは怖い。おかしい、なんかおかしい。美味しい。いや、ワイルドすぎる。
硬いやん。だってなんかローリエぐらい硬いで。2個あるコブビカンの皮とハーブ。あ、うまいわ。本当に美味しいよね、うん、めちゃくちゃ美味しい。これ食べた方がいい。美味しいで、これ食べてみて。絶対甘い。スイートレスにした。した何パーな。いやいや、知らん。何パーとか知らん。30パーにしなかった。飲んでみて、フルスイートマジでいる。かき氷の味やん、これそれ飲まれ。多分なここまで練乳入ってる。練乳だから30パーでできんの、これ。そうなの。美味しいよ言うてくれて、なんかすごいハッピーなお姉さんやって。レストラン行こう。次のレストランに行きたいと思います。グリグリちゃん、タオちゃん。続いてやってまいりましたのはベスカトリアンさんがチキンを食べてます。今日は生き物に感謝しながら肉を食べます。そんなこと言っていいの？だって別に僕フリキシタリアン全く何も食べへんわけじゃない。なるべく食べたくないだけ。でもたまには食べたいの。ノーペス、ストレスだから。ノーペスカトリアン。今日はノーペスカトリアン。明日からまたペスカトリアン。モンションチキンってめっちゃ美味しい。でもなんで日本にないんやろ。いつぶりのチキンですか？これでも本当に、あ、前回のタイ。汚いよ。ペスカトリアン、深見さん美味しい。あー、美味しい。なんか大ちゃんっぽくなってる。うまっ。なんてこと言うの。別に褒めてもないし、けなしてもない。おいしい。食べる？あんたも食べんや。私今日ランチで出来上がったわ、これ。うまいよ、ほんと。おいしいのよね、ボンションチキンって。わかる。はい、というわけでバンコクの旅をお届けいたしました。アジアさん、足りたかな。なんかちょっと喋らないと、カミちゃん。次は空港で話すわ。ごきげんよう。別が取るやん。ごきげんよう。はい、というわけでバンコク出張とバンコクセレブの旅をお送りいたしました。ごきげんよう。はい、だよ。どうだったの、深見ちゃん、今日、今回のタイは。特に何もしてない。リラックスして美味しいもの食べてスパした。そうですね。編集の時にきっとたかしがイラッとします。温泉とかのにさ、4泊するよりもタイの方が安上がりだもん。どうして？だって温泉1泊10万でしょ。だって40万になっちゃうじゃん。1泊10万もしないよ、温泉って。するよ。そうするとなんかタイのことは結果お得なんですよね、総額は。1万2万の温泉もあるよ。すごい、なんか大げさなすごいさ背景なんだけど。私らしいよ。なんなん。いや、すごい背景が大げさすぎてびっくりしちゃった。すごいわ。ベスカトリアンさん、すごい。もうマックのチキンだけ食いまくりよ。マックはあれだもん。何？ポテトはあれじゃない。ポテト久々に食べたんだけど。美味しいね。まあ、あんた文句言ってたじゃん、さっき。いや、添加物食べたくないね、ここは。はい、というわけで本日も皆さん YouTube を見てくださりありがとうございました。またお会いしましょう。グリちゃん、タオちゃん。というわけでバンコク出張の Vlog お楽しみいただけましたか？全然撮れてないと思うな。あんた何を撮ってたか知らんけど。10分は撮れてる。私ね、バンコクってもうね、でもね、そう、もう撮るとこないの、撮るとこないの。そうそう、撮るとこないのよ、もう。そう、でもやっぱりなんだかんだでホテルは高いけど、それ以外のものが安いから相対的には安上がりよ。そうね、うん、いやいやいや、でも昨日さ、シロッコのバー行ったわけ。シロッコは高い。一杯いくらか知ってる？2500円。違う、1200バーツ。あ、違う違う、それシャンパン。違う今、うん、もうすごいケーキでしょ。1200バーツやばくない？4800円。5000円よ、一杯。ルンボもそんな感じだったね。まあね、高いわね。でもいいのよ、高くなっていってるっていうのを肌で実感した方が。日本はまだまだ安すぎて怖い国やなって思いながら、危機感を持って仕事を頑張れるから。そうね、もっと稼ぎましょう。頑張りましょう。はい、というわけで今回の旅のブログも見てくださり皆さんありがとうございました。またするね。バイバイ。